お疲れ。お疲れ様です。本日の動画は赤い彗星ブリ。赤い彗星って何ですか。俺がつけたかっこいいかなと思って。19でようやるよ。うちの職人はね、うちの会社ってさ、もともとね寺西君とかいろいろ塗装職人がおって、寺西君が、まあ、辞めちゃって、でまあそのタイミングでまあちょっと他に働いてるやつもちょっとスカタンみたいなすごいな。俺の考えね、はい、いい悪いとか合ってる間違ってるっていう話は無理です。もう聞きたくもないし、もう聞き飽きたんだけど、はい、やっぱ職人って職人なんだわ。自分にこだわって仕事をしんと、サラリーマン、まあ10時3時昼ピシッと休憩してとか、はい、そういう世界じゃないから、やっぱこだわり持ってやる世界。それは5時半まで6時までやらなかった時もありゃ、3時半に帰るその工程もあるし、はい、で毎日外だし、やっぱこだわり持ってやると、やっぱ職人なんかできんし、やらない方がいいんだわ。でまあ、そういう中で、まあ、俺はまあ、大しくもおらんくなるで、人気泥棒みたいなさ、雨が降りゃ倉庫で、まあ、雨が降るって分かっとっても、現場行って、1日つけてとか、半日つけてみたいな、もうなんだったら家でつけときゃいいのに、もうわざわざ現場まで走ってきやがって、まあ、そればっかじゃないと思うんだけど、でまあ、じゃあ、みんな一人親方でやってくれと、その代わり3ヶ月間は給料保証しますってやったんだわ。で、やったら、まあ、結果、そのブリキだけ残ったんだわ。根性あるよな。まだ一定2年3年だよ。だけどやっぱりこだわり持って仕事毎日プライド持ってやってるから成長も早いし。でまあうちはブリキ君だけがまあ残りたいってなって、まあ俺も応援して、最大の応援して会社で車貸し出したりとか給料保証とかやっていろいろやってんだけど、でまあ会社も最大限バックアップして、やっぱ中心にお客さんがおるからね、お客さんが喜んでもらうもん使うから会社の中で。配当独立させたいからって、未熟者だったら独立させるんじゃん。その代わり会社もバックアップするから単価もちょっと安くするぞって言って、まあ、やってるので、まあ今からその現場を見に行こっかっていう話なんですよ。外気とそのマッチングさ、あれはもう俺本当にめちゃくちゃ本当にインサイト本当にできたけど、俺見た、まだ見てない。でも俺が感慨するやつ見ただろ。あ、はい、すごいだろ。そうです、めちゃめちゃ綿密に作ってめちゃくちゃ良くなる。、はい、本当に通常マッチングサイトって 10% から 15% ってお客さんが払う側がね、紹介パフォーマンスがあるからさ、はい、紹介だけでもう2万円取られて、見積もりで契約決まらんかってやつが、例えば10件やったら、はい、それだけで20万じゃん。で、俺はまあ、その完全マッチングで、やっぱその代わり人が介在しない。だから、普通だって業者が絶対に映ってないんだよ。直接やられるのが、だから。だけどお客さんから直接もう依頼するのは、はい、ホームページ見て依頼するのと同じだから、無料でいいやん。だからそのサイトを使ってあのグループマッチングとかいろんなことをやるなら有料ですよって言って、まあそれは業者からちょっともらわないけど、はい、目標全体のその 20% ぐらいかかるっていうやつを 3% から 5% ぐらいしないな。お前外キョロキョロすんな、俺に集中しろよ。あ、ごめんなさい、バカ野郎、気になるやねんか。いや今のバオいやなんかこのナビいつもと違うとこ通ってたんで、あ、そうそうそう、なんかもうこっち車の道が気になっとんだなって言って、俺もうお前の道のことがすごく気になってんの。俺はごめんなさいね、運転もしなあかんし、おしゃべりもしなあかんし、ナビも気になるし、わかるでしょ。ごめんなさい、案外気がちっちゃいんだから僕は。知ってるでしょ。すいませんでした。もうやめてよ、みどりちゃん。二人っきりなんだから、ずっと今日も一日。あ、すいません。コンビなんだから、みどりちゃん。はい。だろ？はい。あ、もうそっか、キュンキュン、キュンキュン後ろで見てるもんね、お前。もう、なんで、もう、そわっそ、そわっそ、しって、待って、もう、もう、もう、ってなっちゃって、お前。喋ることが出てこい、お前。ちょっと3分や4分遅れるからいいやねんか、やっぱり、お前。うん。まあ、ほんで、そういうのね。まあ、現場見に行って、まあ、今、ミッチーのさ、成長日記みたいなのも見れるし、足場班、はい、あ、そうそう、足場班とリリーちゃんもね、あの、個人チャンネル立ち上げて、うん、収益は全部自分たちで入るって。まあ、収益のためにやってるわけじゃないよ。勉強のためにやってほしいんで、その、YouTube の経費になったらっていう思いで俺は、まあ、それはもう全部自分たちでお金は管理持ってきゃいいぞっていう。はい。うん。だけど、まあ、それまたお金使ってご飯とかやったりするんじゃない？企画でね。うん、まあ、それでいいかなと思うし。ブリキっていうのも、まあ、今日、初めて動画にするけど、はい、今年ね、まあ本当にいい品質だで、まあ工事の品質も見たりだとか、そいつがまためちゃくちゃ変わったんだわ、はい、本当に変わったよな。そうです、ね、この1ヶ月2ヶ月でな、はい、言うことやること全て変わったよな。それをやっぱりみんなに伝えてあげればなと思ってるから、まあぜひ皆さんね、チャンネル登録もしてね。はい、さあ着きそうだな、この辺だろう。はい、で、あ、でもあいつに会うの楽しいよな。俺もこうやって成長してくれるやつ一緒におるとか、はい、お客さんも喜ぶじゃん。やっぱそうやって一生懸命やってる人ってやっぱ分かるじゃん、お客さんも。そうですね、だったらやってる。お客さん受けいいだろ、めちゃくちゃあいつ。
はい、俺受けいいと思うよあいつ、はい、めちゃくちゃいいと思うよ。でうちは本当に結構動画に出てない人がね、40代50代の人結構職人さんおるけど、まあその人たちはもうもちろんいいよな、はい、もう大ベテランだし、もううちの塗り替え道場なんか本当にもう引き手ある方だもんね、はい、うちで働きたいなんて、はい、こんなもうブランド力あるとかねえもんね、本当お客さんも本当にうちに頼まなそうだよ、はい、もうここなの、はい、ここですやってるやん、はい、最後は、はい、おい、お疲れ様です。一人じゃない。最後で。お父さんです。お父さん。はい。お疲れ様です。はい。マジか。お茶です。お父さんの前でこれでいただきますけど。ああ、いいですよ。いいですか。すいません。あ、お父さんがちょっと相手の時には手伝いに来てるんですか。初めてですね。あ、見たるわーって言って。はいはい。ああ、ありがとうございます。お父さんも経験何年なんですか。僕はね、すごい来ますよね。30年ありますね。ああ。息子がとそれで幸せだな、はい、そうですよ、ね、お父さん今日がまたで叩くとか一応なお父さんの前で叩いてなお前らって言って一応息子お前一応お前殴るなって怒られたらやべえで何で今日が出したんですかね、あ殴ってきたからボコボコにしてくださいって何だったら死ぬ前に投げてくださいって言ったらいろいろ気持ち聞きたいなと思って、お前の気持ち、ちょっと現場見させてもらうけど、あ、はい、どう自分でやってみて、はい、なんか変わったことある、まあ、ずっと去年、だいたい1月からだろ、あの現場やったもんね、あ、12月からっすね、あ、12月からもやってたか、12月からなんで、うん、10もないぐらいっすね、あ、でも10現場行ってる、俺3現場か4現場ぐらいあったけど、いや、まあ、知らない、え、12月からでそんな現場、あ、ちっちゃいやつもあるな、あ、そうそう、ちっちゃいやつもあるんで、うん、壁一面、ちょっともうちょっとこっち来い動画出たくねえとか言ったけど、もうしょうがないよね、もう一応下火になったもんで、言うこと聞かない、すぐ聞かない撮影許可が手に入れて、ちょっとお前出るどうやって、楽しいです、楽しいです、声張れやお前もうお前授業じゃねえぞ、はい、もう見たらすぐ切ったらな、はい、ちょっと次はカメラ下火で足踏んでるね逃げれないですよはい、でもやってよかった、あ、もうやってよかったっす、実際に、なんでそれは、なんでやってよかったの、楽しいの、楽しいのもありますね、やっぱり、うん、全部自分でできるんで、うん、まあ、大変な時はやっぱ手伝ってもらったりとかはしますけど、うん、もう全部自分の考えでできるんで、誰に手伝ってもらう、ベトナム人の応援とか呼んだり、ああ、実習生を、まあ、本体に借りて、そうっすね、うん、借りたりとか、元ボスっていうのがいろいろ相談の時どうなの、ああ、そうですね、まあ、10年になってます、20年前か分かんないけどな、はい、いろいろ相談に2人超えてくれる社員ですかとか、そうですね、で親父も今日入ってくる、初っすね、一昨日ぐらいから、親父さん何ちょっと見たるわって、暇あるみたるわって、いや僕がもう頼んだって、ベッツアム人の応援呼ぼうと思ったんですけど、足場でもちょっと使いたかったみたいで、いいですよ、全然使っていい、でもまあ親父だとまあちょうど見てくれるっていろいろアドバイスもくれるんじゃない、あ、そうですね、そうやり方がもうなんか全然違ったりとかする、めちゃめちゃ勉強になった、勉強になりますね、あ、本当、はい、お前の親父もだって親方でやってるの、あ、そう、一人でやってます、まあいいよね、こうやって塗装一家でな、なんかちょっと涙出てきたもんね、まぶしいでな向こうが、あ、そうですそっち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 だけど、本当にまあこいつはそういう根性あったな、16から来たか、まあもちろん会社がバックアップしてるとかいろんなことが、周りの人がこうやって応援してくれてるのもあるで、はい、あのお客さんがどうってね、こんな若い子で大丈夫なのって思うことも、まあもちろんあると思うんですよ、ただまあ会社としてもやっぱ保証するし、でましてやこういう子だからこそ、もう、まあ、最初の俺も1個だけアドバイスするって言ったら、本当に金のこと考えるよって言ったんだな、はい、とにかく丁寧にやれって、そうそう、でもそれちゃんとやっとるもんな、はい、ちょっと現場見させてよじゃあ、はい、おー仕上がっとるやん、綺麗に、だいぶ洗浄して、そうですね、うわ、ここはちょっと危ないで、カメラこっちに行こうか、モニアどこ行っとこうかね、どういうとここだわった、いやどういうことこどういうとこって言われたら何ていうんですか、この隙間とかあるじゃないですか、うん、こういうとこ入れるのが大変だったり、あ、形が複雑なんでやっぱ、ね、これ全部ローラーでいけんのかやっぱ、あ、僕はもう全部ローラーでいきましたね、あ、ここ入ったんだ、入りました、あ、本当、あ、形が大変だもんね、そうっすね、本当はもう拭いた方が一番いいんですよ、うん、まあ拭くとな、あれだし、僕拭こうかなと思ったんですけど、うん、風が強い日が結構あったんで、うん、やめました、ああ、そういうことか、はい、なるほどね、はい、いいですね、きれい、これで何日ぐらいかけてるんですか、2週間ぐらいですね、あ、もちろんシーリングはもうシーリングの職人だろ、そうですね、前なんだろ、はい、もういいね、
父さん手伝ってもらって、もう最後カメラ向いて喋るから、はい、締めようか。はい、どう、じゃあ他にもうこうやってやってやっぱ良かったか。まあ、で、ね、こんなんだったらやっとれんすわって言ってやめてたやつもね。まあ、3ヶ月の給料保証で、まあ、自分たちで受けてやってもいいかって言って、はい、その代わり、まあ、ちょっと下げるよみたいな感じでやっていくよって、はい、なんで1年間どうか知らんけど、会社もバックアップしますって言って、まあ、なんかクソみたいな感じでやめてたやつもおるよな。やめてたやつもおるよな、お前、はい、お前ら揃ってみんなで文句言ってたろ、俺の。金金うるせえな、クソじじいって言ってたからどうせ、正直言ってみる。ちょっと言ってたから僕らさ、見てました全然違うだろ、俺の言ってることは伝わってねえだろ、はい、そうですね、うん、こうやってそう、目の色が変わったら変わるだろ、はい、やっぱ変わっただろ、変わりますね、見る方向が全然違うだろ、はい、あ、いかにタルンドとの俺だってちょっと分かるだろ、分かるだろ10が10やれとは言ってないんだよ、はい、でもせめてその3、4を5、6にしてきなさいよ、1個1個だろ、はい、またこれから成長見に行きますんで、はい、この撮影日に比べたらもうすぐ戻ったんだ。いたずらで3日間ぐらいかもないで微妙に食らうやつ食らわしたみたいな。うわ3日空いたわ、伸びたわって言ってまたじゃあこっちのねブリキもちょこちょこまた動画見て、ちょっとあんまりドッキリとかそっち系はあんまり好きじゃないらしいな、とかおもろ系よりもこういう現場仕事のことに対してやったら出たいって言ってるんで、ぜひね、応援の方よろしくお願いします。ぜひコメントだけでも入れたらと、どうだろう、自分の動画だったらコメントあ見てます、なんでコメントをお前自分から言えよ、しちゃん、あ、もうこれからも頑張っていきますんでコメントしてくれたら嬉しいです。あ、またアドバイスなんか欲しいな、黒い方の人たちとか、はい、経験者の人たちからアドバイスして、まあ、みんなでねこの業界盛り上げていけばいいなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。またねー。難しいっす。